体調不良でレッスンを休みがちだった千尋。どんな状態でもたった一つの目標を見据えていました。そうですね、半分以上多分降りてないんじゃないかなって思います。グランプリ狙ってますよ、もちろん。やっぱなんだろう、みんなと比べてしまうとなんかやっぱ歌もダンスも演技もウォーキングもなんだ下手なのでパフォーマンスとかはちょっとね自信ないけど、自信ないです。でもグランプリです。なんかどれか一つ取れればいいやって考えは本当になくて、やっぱグランプリしか輝いて見えないから、まあいろいろありますけどね、なんか見返したいとか家族のためとかなんかいろいろありますけど、まあ自分のためです。覚えてます覚えてますよ。小さな世界じゃなくてもっともっと大きな世界に目を向けてください。本当、まあ確かにその通りだと思います。はい、でも私はグランプリを取ります。自分らしくいたいですね。はい、もうこのままです。このまま、いや、まあでも頑張りたいです。頑張ります。はい、3ヶ月間頑張ったので頑張ります。